例えばコロナ禍でコロナが5類になりました。5類になったからもちろん終わります。ではなくて、そういう方の助けになるような動画作れないかなっていうのをずっとここ1ヶ月半とか、まあ、2ヶ月ぐらいですけども考えてました。こんにちは、しんすけです。今日はですね、これからのこと、それからですね、これまでの振り返りということでね、お話しさせてもらおうかなと思ってます。 今日はですね、僕自身のこれまでのこの3年間ですね、コロナ禍の振り返り、それからですね、これから僕のチャンネルでですね、行おうとしていることをですね、皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。 え実はですね、僕のチャンネル少しずつですね、変えていこうかなというふうに考えております。えこれはですね、少しずつこう小出しにはしてました。小出しにはしてたんですけども、じゃあ実際何をするのかっていうところで、今考えてることですねえ。主にはですね、来週ぐらいからですね、行っていくこと。それからですね、7月からですね、行っていこうと思っていること。まあ、それぞれあるんですけども、皆さんにね、お伝えしていこうかなと思っております。まず一つ目が何かっていうとですね、今やってるお料理チャンネルですね。お料理動画に関しては、7月からちょっと 変えてていこうかなと思ってます、えー。どんな動画になるのかっていうことなんですけども今僕自身ですね昆虫食に関して非常に危機感を感じてるんですねで今昆虫食自体はニュースとかには流れてないですしほとんど取り上げられてないですだけども LGBT の問題だったりとか今のねコロナ禍それから今のワクチンの後遺症の問題だったりとかメディアの報道だったりとかあとはですね防衛費の問題だったりとかそういうものがですね一旦こう落ち着いてきたりするとですねボンとまた出てくるのが昆虫食じゃないかなと という,ふうに思ってます。その中で昆虫食がなぜしようとしてるのかなぜ進めようとしてるのかっていうところの一つにですねタンパク質が減るるからとということをね、ねしきりに言われてるんです、ね、人口が増えていってそして人口が増える中でですね食料供給がなかなかできなくなる食料危機になっていくということを、まあ、政府自体も今ずっと言ってるわけですねその中でタンパク源がなくなったら困るからコオロギ食もしくは昆虫食を導入していこうということをやってるわけですねそれれでであればですね日本独特のものもを使ってタンパク質を 摂取するっというふうに個人的に思ってますので、まあ、今ね僕が考えているのはすでにですね毎年70万トンぐらい捨てられているおからですねそれを使った料理をですね、まあ、今後作っていこうかなとそこに集中してですね作っていこうかなというふうに考えてますただですね今スーパーとか、まあ、いろんなところも含めてなんですけどいろんなとこ見に行くんですけどおから意外とないんですね売り切れてるとか非常に多いので、まあ、確保できるかなというところが心配なんですけどもなるべくですね確保し つ,つですねそういう料理をね作っていって皆さんに、ねまあ、話しながら今までね無言でずっと作ってましたけどもいろいろです、ね、話しながら作っていこうかなというふうに思っています、まあ、正直なこと言うと本当に70万とも捨てられてるのかなっていうぐらいないんですよ売ってないので、まあ、僕としてはですね買える時に買っておいて作る時に作っておいてっていう形でやろうかなということも考えてるんですけども、まあ、料理の方はそういう形で少しずつ変えていこうかなと思ってますで無言ではなくて喋りながらですねやっていこうというようなスタイルで、まあ、文字もですね じゃなって喋るというところをメインにやっていくっていう方にですね7月以降から変えていこうかなというふうに思っております。 まあそんな感じで少しずつ変えていくことと、あと今までね、情報を出していたコロナ禍の内容に関してはですね、その時その時でまあ伝えていくっていう内容を変えていこうかなと思っているんですね。えー、実はですね、僕3年間ちょっとこう振り返ってみたんですね。振り返ってみた時にですね、んまあ正直なこと言うと、自分が医療従事者で、要は病院で働いててですね、で、1個の病院じゃなくて何個かね、病院働いてたんですけども、働いてて実名で顔を出して、まあ、コロナのことに関してとかワクチン接種のことに関して言う っていううののは本当にねかなりこう最初のスタートとしてはですねスタートとしては勇気がいることだったんですね。だけど僕自身はやっぱりおかしいことはおかしいって言い続けたいし間違ってることは間違ってるって言い続けたいなっていう思いはずっとあったんですね。でこれは病院とかコロナのことだけではなくてやはりこう自分が間違ってると思うことおかしいと思うことはですねきちんと伝えるべきだというふうに思ってたので、まあ、自分の中でですねこういうところがまあ違うんじゃないのかなこういうところは間違ってるんじゃないのかなっていうことで 情報発信の一つとしてですね、投稿を始めました。もともとはね、YouTube 自体は自分のアウトプットの場、要は学んだこととかを、ね、言葉にして話してっていうところでアウトプットする場所、それを情報共有する場所として使ってたんですけども、そこからですね、何かこうおかしいと思うことに関してはですね、この YouTube を通して伝えていこうという思いでですね、伝えてきました。まあ、実際じゃあ今どうなってるかっていうと、今病院ではもう働いてないですね。働けるかどうかさえもちょっと謎になってるんですけども、まあ、散々ですね、僕はもう 叩きまくってたので、今回の、ね、状況に関しては叩きまくってて、おかしいということを言い続けてたので、まあ、こんな人間をです、ね、雇う人なんてほぼほぼいないだろうなというふうに思っているのと、まあ、なんかね声がかかればね看護師として働いたりというのもね、まあ、もちろん僕は好きですから、全然やっていこうかなと思うんですけども、それ以外の面で、ですねやはり伝えていかないといけないことは伝え続けていくというスタンスでやっていこうかなというふうに僕も思ってますので、僕自身はこうやって今の、ね、コロナ禍とかワクチンのことに関して言うと、今やはですね、今はやはりですね 消化ののここととだだっっったたりりれがどううなのかかていう問題だったりとかワクチン接種の後の後,の後遺症ですねワクチン接種で接種した後にいろんな症状が出て悩んでいる方たち、たくさんいらっしゃるんですねそういう方たちの情報っていうのをしっかりとキャッチして情報を流していくということを風化させないということが一つの目的でもあるのでそこはですねやはり今まで情報を出させていただいた身としてですねやっていきたいなという,ふうに思っているんですね。 それと同時に、ですね今度はワクチン接種した後にきついですと悩んでますっていう人たちの中に、ですねやはり日常からですね治していきたいとかっていう方たちもたくさんいらっしゃるんですね、どういうことしたらいいですかっていう方たちいらっしゃるので、ワクチンとは関係なく、ですね関係なくやはり日常生活で健康的になるとか、そういうものがですね論文で出てきたりすると、それをですねベースにお話しさせてもらうということもです、ね、いろいろ考えています。やはりりねねそういういとととところでで臓臓臓器です、ね、腎かかか肺心あま なんかこういうことをしたらこれぐらいね心臓の機能が上がったとかっていうねそういう論文とかって結構あるんですよね肺の機能とかもそうですし腎臓の機能とかもそうですけどもそうやって論文が出てきたらですね、まあ、ここでですね皆さんにお知らせをしながらですね、まあ、それでですねやはりこういうのを取った方がいいですよとかっていうねそういうのが出てきた時に料理とこう結びつけられるようであればですね、まあ、料理を作りながらこういう論文が出て、ね、こういうビタミンとかこういうミネラルとかを取ったらですね、まあ、腎機能が上がったとかね心臓の機能が上がったとかまあこれ例えですけどね上がったとかっていうこの論文この前言いました からちょっっっっとととこれ使ってててみみようう思思いいいいいまますすたたなな感じの動画を撮きに何かねこう人に役に立つっていう動画を作っていきたいなっていうのは変わらないんですけども情報発信をし続けるっていうことそれからですね今までの状況に関してやっぱり伝えるべきことは伝えていかないといけないということをですねここはですね、まあ、変わらずやっていこうかなというふうに思ってますまあ正直ねこの3年間いろいろねさっきも言ったんですけど振り返ってみた時に僕自身はある程度伝えられることは伝えられたのかなというふうに思いますし感じてることは 感じたたまままででですすね伝えることとができたのかなという,ふうに思ってますやはりそれでもなかなか情報が届かなくて結果としてですね今非常に困ってる方たちっていうのもいらっしゃるんですねそういう人たちにもフォーカスを向けてですねそういう人たちが早く日常に戻れるようにしないといけないっていうこともですね考えていかないといけないのかなというふうに思ってるんですここってやっぱり重要で例えばコロナ禍でコロナが5類になりました5類になったからもうじゃあ終わりますではなくてやはりそれまでの期間でいろいろとですね不利益がある人いろいろいると思うんですよ、まあ感染 しっかりですね、接種後の副反応ですね後遺症をかりですね本当にこにいろんなパターンで困ってる方いらっしゃると思うんですけどもそういう方の助けになるような動画作れないかなっていうのをずっとここ1ヶ月半とか、まあ、2ヶ月ぐらいですけども考えてましたですすね、ね。思いついつたんで,す、ね、でそのためにですねそういう情報を開示しつつそういう、ね、料理で日常生活の中のやっぱり食事でっていう部分で改善できることは改善してもらえるんじゃないかというところでやっていこうかなと思います。 思ってますプラスですププラスプラススですね僕やっぱりですねコオロギ食どうしても許せないんですよね昆虫食っていうものをどうしても許せない僕の代までは多分食べなくてもなんとかなると思うんですよだけども自分の子供の代になった時自分の子供と約30歳ぐらい離れてますからじゃあ僕が死んだ時に、ね、例えば80で死にましたって言ったら子供50ですよでその50になって60それから10年とか20年経った時にですねコオロギ食食ってましたみたいな昆虫食食ってましたみたいなパウダーでふりかけになって ましたたみいな孫にもふりかけとして昆虫食食べさせてましたみたいなことになったらですねとてもじゃないけど僕は信じられないしもうちょっと許せない部分にもなってくるのでやはりそこはですね今止めないといけない部分じゃないかなと思いますのでじゃあっていうところでを、えー、をね使っった料理てていうのをこう開始してます実はねももう何個も作ってるんですよ試作品としてですね何個も作ってるんですけども意外とですね意外と使えるんだってことはよく分かりました何にでも使えるんですよ。 だからえ、こんなのにも使えるのとか、こういう使い方あるのっていうのを、意外とね、知らない方いらっしゃったりするので、僕としてはですね、めちゃめちゃ破棄されてるんだったら、めちゃめちゃ使ってやろうという気持ちでですね、今後作っていこうと思いますので、まあ、もしよかったらですね、ちょっとそういう参考程度にですね、見てもらえたらなと思いますし、まあ、そうやってですね、まあ 健康のこととかの論文とか出てくればですね、まあ、その都度お伝えしようと思いますし、まあ、それに関してですね、こういう料理作ったらいいですよっていうのがあればですね、論文ベースでこう作っていくっていうことをやっていこうかなと思いますので、皆さんと一緒にですね、健康的になっていく。まあ今まではね、コロナ禍だったんですけども、そこからですね、やっぱ健康になっていくとか、そういう健康を作るためのまあ土台としてですね、やっぱり食事って絶対食べないといけないものじゃないですか。いくらですね、ファスティングしてますとか、絶食してますとかって言ってもですね、一生食べないでいいっていうわけではなくて、 やはり一時期はそうかもしれないんだけどもそれからまた食事が始まるわけですよねそういう中で食事っていうのは100%取らなければ死ってしまうわけですよ絶対にですね何も取らない水だけって言ってもですね水だけでですね1年2年生きれるわけではないわけですからやはり食事っていうのは必ず取らないといけないそれを考えた時にやっぱり食事っていうのはベースになってあるものだろうなというふうに思いますのでもともとね僕のチャンネルではそうやって食事のこととかも含めてお伝えをしてたんですねだけども料理を作るということはしてなかったんですよ だから、料理を作る中で自分の意見を交えながらですね、いろんな話をねしていきたいなと思ってますので、まあ、そこはですね、投稿自体はほとんど変わらないんですけども、えー、こうやって皆さんに情報ベースでですね、こういう論文がありますよってお伝え、それから情報としてですね、まあ、コロナ禍のことだったり、ワクチンのことだったりとかもですね、お伝えをしつつですね、そういうことをしつつ、えー、料理のことに関してはちょっと変わりますけども、料理の番組とそういう情報提供の番組、えー、そういうね、動画っていうのは変わらない、スタイルは変わらないですよっていうことはお伝えしておこうかなと思ってます。まあ、本当に皆さんのおか でですね、僕自身もここまで成長することができましたしこれからですねもっともっと必要になってくることだと思いますもうタンパク質は減るんだということを政府が言ってるわけですから減ってるんだったら減ってる分を補うようなものを作っていこうということでもうね実はめちゃめちゃおからデザートを作りまくってますめっちゃ美味しいんですよねこれもうねまだ出してないところもあるんですけど一回ねちょっと小出しにはしましたけどまあああやってですね試作をしながらですね色々いろいろ試してみてますのでぜひですね見ていただければなと思っておりますすごい簡単にはなるんですけども この3年間の僕の思いですね、僕の今の状況、それからこれからについてですね、皆さんにお伝えさせていただくような動画を撮らせていただきました。 少しですね、曜日は変わります。こちらではなくて、ライブ放送用のチャンネルの方で月曜日放送します。それから、火曜日がですね、そういうまあ情報を提供をしながらですね、水曜日がスイーツを出すという形です。で、金曜日がまた情報提供、土曜日がお惣菜の動画を出すという感じですね。そして日曜日はちょっとお休みをさせていただいてっていう形で、ちょっとね、曜日が変わるんですけども、そういう流れでですね、動画を出していこうと思いますので、ぜひお時間ある方、見ていただければ嬉しいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、今日はこれにしようと。